毎週火曜日はお役立ちよかようご飯。今日は時短手間いらずの丼です。豚こま切れ肉と春キャベツを使って豚こまキャベツ丼を作ります。玉ねぎのちょっと意外な使い方にも注目です。今日の講師はこの方です。管理栄養士の中村文子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。中村さん、はい、私大学生の一人暮らしをしてた時に、はい、豚こま切れ肉を、はい、まあ、安くてボリュームがあるじゃないですか。そうですね、結構使ってたんですよ、うん、そうですね。このお肉はもう切ってありますので切る必要もありませんよね、はい、で豚肉のいろんな部分の切れ端を集めてありますので旨味もたくさんあります。はい、本当にもういいとこ尽くしということなんですね。はい、ではこちらを使って早速作っていきましょうということで、はい、まずは下ごしらえからですね。はい、まず下にキャベツですね。これを千切りにお願いします。はい、それとネギですけれどもこれ小口切りですね。はい、それとニンニクはもうみじん切りにしておいてください。はい、そして玉ねぎを4分の1個使うんですが、はいはい、具材としてではなく、そうですね、今日はこれをすりおろします。はい、ここが大事なんですよね。はい、さあということで早速すりおろしていただくんですが、はいはい、今日4分の1個使うんですけど、はい、すりおろすときはこの軸の部分ですね、ここを絶対芯ですね、ここの部分を絶対切り落とさないようにしてください。ほうほうほう、そうしないとばらけてすりおろしにくくなりますので、はい、じゃあすりおろしますね。はいはい、そして改めてここで今日のよかようポイントです。ですね、ポイント、はい、決まりました。はい、豚肉のですね、パサパサとかしてると思うんですけれども、それをですね玉ねぎの酵素で柔らかくしてくれるんですよね。で、はい、これすりおろした方が絡みやすいのですりおろしてください。で、確かに豚肉結構パサパサしますし、はい、絡まりやすいからですね。はいはい、そしてこういうふうにこういうふうなのはもうそのまま入れられて結構ですので、途中で切れたものはそのまま使っていいということ。はい、こういうふうに吸ってください。はい、本当にあっという間にすりおろしました。はい、はい、これで終わりですね。さあ、はい、これに実際に具材などを混ぜていきます。はい、でまずこの玉ねぎをすりおろしたものの中にこの豚肉を入れますね。はい、今日の主役ですね。はい、180g 入れていきます。はい、それとニンニクですね。はい、はい、ニンニクも入れて、私は特にニンニク大好きなので、はい、多めとかでもいいんですよね。はい、いいですよ、自分のお好み。それと塩少々ですね。はい、塩少々。それとお胡椒ですねを加えて、あとサラダオイルをちょっと入れます。ここも大事なんですね。そうですね、パサつきを防いでくれますので一応これを入れてください。そしてこれをですね、はい、揉み込みます。しっかりとグッとですね、はい、揉み込んでいきます。でこれで10分ほど置いておいてください。すりおろしの玉ねぎとこのサラダ油がしっかりと肉に染み込んでいくようにするんですよね。はいはいはい、そしたらこういうふうに置いて10分置きます。はい、今日はあらかじめ準備しておいたものを使っていきます。はい、でこれを実際に焼いていくということで、はい、これから焼いていくんですけど、中火のですね、フライパンを中火に熱してですね、はい、この中にも油は引かずにもうそのまま入れていきます。なるほど、もうサラダ油を使っているからで、もう油を引く必要はありません。ジューッといい音がしましたね。はい、さあそしてこういう風にずっと炒めていってください。はい、色が変わるぐらいまで炒めていくんですが、はい、先ほど使った玉ねぎのすりおろしなんですが、はい、実はですねドレッシングとしても使うことができるんですよね。そうですね、今日は4分の1個すりおろしましたけど同じ量でですね、あと、はい、サラダオイルを 100cc とそれと酢を 50cc ですね、それと、はい、砂糖が小さじ1杯と塩小さじ1杯と、あと唐辛子って唐辛子じゃなくて辛子ですね、それを入れてドレッシングにしてます。はい、先ほど私味見させていただいたんですけれども、まあ、少しピリッという味も効いていて、ね、はい、いろんな本当にものに合わせやすそうですよね。そうですね、はい、まあ、この玉ねぎをリンゴに変えるのも良さそうですもんね。そうですね、リンゴの季節にはリンゴに変えてやってみてください。本当にこの万能ドレッシングのレシピも皆さんチェックしてみてください。はい、お、いい音が鳴ってきましたが、どうですか。はい、大体もうちょっとですね、炒めて、で最後に調味液を加えていきます。この時にしっかりと焼きすぎないようにするのも注意するんですね。はい、そうですね、あんまり長く焼くと今度また硬くなりますので、ある程度こう焼けたら本当に色がついてくるなっていう、はいはい、そしたら調味液を入れていきましょう。はい、では調味料を入れていきます。はい、まずお醤油と
お醤油が小さじ2杯かな。はい、醤油小さじ2。お酒ですね。そして酢。酢ですね。はい。みりん。酒それぞれ小さじ1加えていきます。全部小さじ1です。みりんがない方はお砂糖で代用してください。ちょっと甘みが強くなりますけれども、はい、それで十分だと思います。砂糖の時はもう少し小さじ1ぐらいで、ね、はい、いいです。はい、さあそして色が変わってきましたね。はい、でもお肉に火が通ったら大丈夫ですので、この今汁気がありますが、これも残ってていいんですか？残った方がいいと思います。お肉さえ火が通れば、あとで上からかけますので、はい、じゃあ消します。はい、じゃあでは私の方で丼の準備していきます。はい、まあ、ご飯をですねお好みの量ついてください。そこにキャベツを、まあ、ご飯が見えなくなるくらいですかね。はい、春キャベツ、旬の春キャベツを乗せていきます。はい、できました。そして先ほどのお肉をこの上からですね。でも確かに先ほどの調味料など入れたこの汁もご飯にかけると美味しそうですね。はい、お肉たっぷりですね。栄養も豚肉はすごいですよね。はい、そうですね。あのエネルギーにすぐ変えてくれるものがありますので、はい、疲労回復にも効果的だそうです。はい、さあそして最後にネギを加えます。散らしてください。あ、そして特に私だったら絶対かけるって言うんですけれども、はい、このね、マヨネーズが効くんですよ。最後にお好みでかけて、はい、完成しました。あっという間にできましたね。ね、本当に、はい、さあ今日の旬の豚こまキャベツ丼完成しました。豚キャベツ丼、おろし玉ねぎやサラダ油を使うことでお肉も柔らかく美味しさもギュギュッとアップします。よかようご飯のご視聴ありがとうございます。これからもいろんな料理を紹介していきます。チャンネル登録もよろしくお願いします。